レバークーゼン、ついに無敗記録ストップ。しない。また勝ってるよ。なんだレバークーゼンがレバークーゼンしてるだけか。先制されても絶対に負けないのほんまおもろい。終盤になればなるほど強くなるの主人公すぎる。試合見ててこんなに脳汁出るチームない。EL の時もそうだけど毎回負けると思っても最後の最後で逆転するのがレバークーゼン。この展開何回目？もう先制されてもどうせ負けないんでしょって思いながら見てたわ。これで無敗記録39に更新かほんま強すぎる。次の試合田中碧と対戦するのめちゃ楽しみ。ワオンガムがレバークーゼンに終止符を打って伝説になります。